火事だ。私は離婚した。私は知りません。私に任せなさい。みんなよくやった。自分で作りました。私の母も教師です。戸を閉めてください。あなたに歌ってほしい。どこで会いましょうか？この本はあなたのですか？私にはそっくりの双子がいます。フランス語は僕らには簡単じゃない。今日の午後に英語の試験があります。さっきの話はなかったことにしてください。トムの言ってたことが全部嘘だったらいいのに。学校でタバコを吸ってはいけないことになっている。彼の話はあまりにも馬鹿げていたので誰も信じなかった。できるかどうかわからないけど、とりあえずやってみるよ。